いや去年は序盤良かったんですけど、はい、途中でもう足が言うこと聞かなかったんで、うんうん、そうですね、ちょっと集中力切れたんで、うん、去年はそこの時点で、あ、怪我した時に、ちょっともう切れちゃって、うんうん、やっぱり山本優也選手に譲ったし、うん、譲った部分もあるし、まあ、優也選手がこう言って、はい、うん、まあ、それはぼーっと見てた感じだったんで、うん、やっぱレベルの差感じましたね、うんうん、ただベトルシアンが出てきてパトルシアンの試合を見て、はい、あの逆に良かったんですよね、あの、あ、こういうのもあるんだっていうのが、うん、例えばどういう、やっぱりアンディ・サー・マサト選手みたいにスタミナ手数で押し切る、うん、で倒すっていう、はい、あのそういうのがあったんですけど、うん、まあ、あとはスピードも入ってるんですけど、 それ以上に、うん、呼吸と相手の呼吸を見るのと、はい、まあ、もちろん距離、間合い、距離感、はい、とタイミングですよね、それが絶妙だったんで、そこのさらにそのスタミナだったりそういうものを取り越したさらに上のレベルがあるなっていうことを見せてもらったんで、なるほどなと思って、じゃあ逆にそれを上回るためにはどうすればいいのかっていうのも考えていかないといけないんですよ、そこを今考えてるんですよね楽しいんですよそれは、崩していくのが崩していくのに、でももうそれを崩すのは、まあ、あんまり言いたくないですけど、そこを崩すのは本当もう一つぐらいしかないんですよね、あれ倒すのには本当に そんだけ難しい選手ですよね。あれなんで攻撃当たらないんですか。呼吸読んでるからですよね、相手が来るのも全部分かってますよ、でも分かっても、ね、かわせるもんじゃないんじゃないですか。いやもうこれ来るっていうの分かってればかわせますよ、はい、右ストレート来るな、来るなって分かったらかわせるんですよ、それに対してその次もあるんですよ、かわすだけじゃなくて、かわしましたそこから何をやればいいかっていうのは分かってるんで、それに対して行きました、あ、かわされました、どうしようってなってる時にドガンってやられるんで、相手がね、相手がだからかわされましたその次も考えておかないとダメですよね、何が来ます、何が来ます、さらにそこで行くとか考えとかないと、そこでピタッと、だからもう 3分だったらずっと流れてるんで、この流れを止めちゃダメですよね。でも大体ほら選手ってあのコンビネーションで攻めたりするじゃないですか、はい、それは相手の呼吸を潰してからですよね、相手がもう呼吸をピタッと止めた時にダダダダダンって倒せるんですけど、いけるんですけど、止めてない時に止めてない時に行っちゃうともうカウンターバーンもらってます。なるほど、はい、深いなそれ、はい、深いですよね。だから見てる人はなんでいかないんだってやっぱ思っちゃうんですよ。あ、例えばクラウスとか、はい、なんでもっと攻めればあいつのパンチだったら、はい、ね、当たるんじゃないかってやっぱ素人は思っちゃうんですよ、はい、それも前に立てば全然違いますよ、前に立てば相手がいけなくなっちゃう、いけなくなっちゃいますね、読まれてるのが分かっちゃう自分で、なんか行ったらバーンって正面衝突、なんか何かドカーンってもらっちゃうなって感じがするんですよ、だからいけないんですよね、うん、障害物が目の前にあるのにあのぶつかっていくようなものなんだ、はい、気持ち的に、はい、1個爆弾踏むか踏まないかですよね。そう、こうなんか危ないなっていう感じあ、なんか危ない、危ないなって、ね、あるんですよね、それが呼吸の読み方もありますよね。そうですよね、だから向こうは それに対して誘ってますからね、おいでおいでぐらいの、うん、で来なかったら山本選手みたいにババーン終わっちゃう、来なかったら自分から行って見せる、はい、はい、山本選手もどうしていいか分からなくなったと思うんですよ。あ、どうしていいか分からなくなったところでババーンって来たんで、多分見えなかったです、あれ何を来たか分かってないですよね。あ、なるほど、だそのさっき小泉選手が言ってた呼吸を止めた時に一気に行ってるんで、コンビネーション、はい、だからもうどっから攻めたらいいかな、さらにその先をやられちゃってるんで、あ、バーン、多分見えなかったです、考えてる間に、はい、パンチ見えなかったと思うんです、あれ去年はやっぱり優勝して、日本トーナメント優勝して、はい、そこでやっぱり止まってしまったんで、うん、今年はもう目標を継続させてずっと世界大会まで行くっていうことが目標ですね、うんうん、行けるところまで行こうと、はい、10月まで残って、うん、でペトロシアンと戦うっていう、リスネさんは達人同士の、はい、ね、これをインタビューを 見てる人は、はい、
どういう気持ちでどういう周りで戦ってるかってやっぱ気になりますからね。ああはい。ペトロシャン。はい。わかりました。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。